イーゴリ2世は、キエフ大公、スビアトスラフの孫、チェルニゴフ公、オレグの息子である。兄には、キエフ大公フセボロドがいる。プチブリ公、1127年から1142年、ベレスチエイコールドロギーチン公、1142年から1146年、キエフ大公、1146年。ロシア正教会の聖人で、聖名、ゲオルギー。 1146年8月1日、兄のフセボロドが死ぬと、その遺言に従い、キエフ大公の位を継いだ。しかし、キエフの人々は、密かに、ペレアスラブリコー、イジャスラフに、大公位につくよう要請した。イーゴリとイジャスラフの間に合戦が始まると、キエフの人々の軍は、イジャスラフ側に寝返り、イーゴリは捕らえられて遊兵された。その後、 病を発したため解放され、修道院に入れられて、隙間となった。病から回復した後も修道院で過ごした。1147年、キエフ大公位にあるイジャスラフを殺害しようとする、オレグ一門の暴略が明るみに出ると、キエフのベーチェは、報復としてイーゴリを処刑することに決めた。人々は、方針霊中の教会に押し入り、生信者の遺恨の前で、イーゴリを捕らえた。 イーゴリは殺され、死体は市場にさらされた。イーゴリは初めは、キエフ郊外の聖シメオン修道院に埋葬されたが、1150年に、彼の遺体は、不及体として、弟のスビアトスラフによって、チェルニゴフの救世主権栄大聖堂に安置された。この、聖遺体を安置した日と殺害された日が、イーゴリの記憶日となっている。ありがとうございます。